ヨハネス17世は、ローマ教皇。本名は、ジョバンニシッコ、ローマ出身。新生ローマ皇帝夫を3世を追放した後、ローマの実権を掌握したローマ貴族、ヨハネス・クレッシェンティウスの使命を受け、シルエステル2世の後を継いで教皇に就任した。就任からわずか5ヶ月で死去する。聖職に除外される前の時点で結婚しており、 息子のうち三人は司教に就任している。ヨハネスの名を冠した正当な教皇は17世の前は15世である。一般的に16世は対立教皇とされており、17世は本来ならば16世とすべきところであるが、それは修正されていない。また、14世と15世の間にもう一人の教皇、ヨハネスがいたという説があり、その伝説の教皇を 16世とすることがあったことからも16番目の教皇、ヨハネスはヨハネス17世を称することとなった。ヨハネス17世自身は自ら17世を称していたことから当時の認識も17番目であったことが伺える。一部の歴史学者によるとしばしばヨハネス17世は18世とされたり17世と平記されたりしたという。 ヨハネス17世から始まる教皇、ヨハネスの番号の混乱はその後も続き、20世が存在しなかったにもかかわらず、その後21世、22世、23世と数えられ、現在に至っている。ありがとうございます。